こんばんは、Jさん。いいじゃないですか、この事業再構築補助金。その他ね、Jさんの作った補助金助成金の動画って、YouTube 上だけに展開するのは惜しいですよ。これが何を意味してるか分かります？ Jさんご自身がサラリーマンとしてお勤めになってる、その会社自身にこれを売り込んでいくんですよ。できればね、補助金助成金事業部っていうのを Jさんが部長として立ち上げていくんですよね。もちろんこれね、ただこの書類を投げて、この動画を投げただけではダメです。自分の会社にはどんな補助金助成金がどのように使えるのか、そのためにはどんな手続きがいって、見込みとしてはどのぐらいの補助金助成金がおりそうなのかってことを診断して、会社の経営状態を把握してプレゼンするんですよ。こういうふうにね、サラリーマンっていうのがものすごく有利なのは、自分で思いついた事業構想とか、こういった国の補助金助成金などの補助事業ってのを自分の勤めてる会社に、まさに内部に対してね、紹介することができて、お前なかなかすごい視点持ってるなと、この手続きはすごいじゃないか、やってくれよってなるわけですよね。で、通常会社には総務部ってのがあって、その総務部がこういうのを率先してやってるはずなんですよ。でも残念ながら多くの事業者さんとか、それからね、総務部の方ってのは、特に総務部の方ね、言われたことはやるんですよ。でも自分たちでこういう企画を思いついて提案するってことがなかなかないです。経営者さんも忙しくって、補助金助成金のことは知ってるんですけども、詳しく吟味したり、それからね、これはちょっと考えにくいことですけど、ちょっと自分の会社に後ろ暗いところがあったら、補助金助成金を申請して変なところね、突っ込まれたら嫌だから出さない例もあるんですよ。これはね、中小企業によくある例なんですけどね。まあ、けど私が言いたいのは、これ J さんが思いついたことを自分の会社にまずは当てはめてやるっていうのが一番いいと思うんですよ。それでその実績を作ったら、他社にも営業に行けるじゃないですか。しまいには補助金助成金専門のコンサルタントとして独立もできるわけですよ。もちろんね、お勤めしながらでもいいんですよ。で、会社には通常社会保険労務士さんとか顧問の先生ね、税理士さんとかいるんですよ。その税理士さんとかが持ってくる例もあるんですけども、実は税理士さんや社会保険労務士さんっていうのは、うちも顧問がいるんですけどもね、こちらから言うと協力してるんですけども、わざわざ御社にはこういうのが当てはまりますよっていうふうに持ってくることは、やっぱりね、経営にちょっとこうおせっかいになるんで言ってこないんですよね。でも持ちかけるとかなりね、協力的でやってくれます。一時金いくら、成功報酬何パーセントみたいな感じで、だいたい社労士さんとかね、税理士さんとか応じてくれるんですよね。ということで結論ですけども、Jさん、これご自身の会社にぜひね、提案したらいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。でもいつも送っていただきましてありがとうございます。動画もかなりできてきましたね。あとはアクセスを取るように工夫していきましょう。その件は時々刻々私も動画の方でお知らせしてますので、ご覧ください。YouTuber として YouTube の再生回数、チャンネル登録を稼ぐために何をすればいいかということですよね。チャンネル登録148ですか、なかなかいいじゃないですか。200人目指していきましょう。そして300人、500人、1000人とね、一つの節目は1000人ですからね。よろしくお願いします。いってらっしゃい。